葉山菓子のドライングパーマを紹介します。ドライングパーマの特徴としては6つあります。まず1つ目はデジタルパーマ、コテパーマなどは使用せずに熱によるタンパク変性手前で処理する低温熱処理パーマです。特徴2つ目は通常のパーマより5分から10分プラスするだけで簡単にかけることができるのも特徴です。こちらのモデルさんは細毛であり難毛でパーマには不向きな髪質です。システアミン、超グリセリン、血を少々メインに使い、アフターの還元でラクトンチオールを使用しています。クリープは行っておりません。スタイリング方法としては 90% 以上ドライの状態から始めていきますので、乾くまでは適当に乾かしていただいても大丈夫です。ドライングパーマの特徴3つ目はパーマによるゴム跡がつかないので前髪なども安心してパーマをかけることができます。このように優しく握ることで自然なパーマが出てきます。特徴4つ目はその日の気分によってパーマのスタイルを自分で変えることができます。このように難しい外ハネスタイルも綺麗なカールを作ることができます。特徴5つ目はワックスなどスタイリング剤を使わずにもパサついた質感になりづらく、まるでスタイリング剤を使ったかのようなスタイルが作れます。最後に特徴6つ目はつむじが潰れるなどボリュームが欲しいお客様にボリュームアップパーマメニューとしても使えます。ポイントとしてはドライヤーの熱を2秒当てて5秒冷ますことでカールが形状記憶されます。葉山菓子ではハイダメージ毛や細毛、難毛などパーマが難しいお客様にはドライングパーマで対応しています。アメーバブログ、美容師のための裏教科書などでも紹介してますので、ぜひ見てください。